こんにちは、大輔です。今日は、ユニティのエラーについて、えー、お話ししたいと思います。エラーについてまず一つ目に言いたいことはですね、えー、エラーっていうのは、えー、何がいけないのかっていうのを教えてくれているので、えー、きちんと読みましょうっていうことをまず言いたいですね。だけど、えー、読み方がわかんないとか、書いてあることの意味がわからない。なのでトラブルシュートを論理的にできない。 っていうことがあるかと思います。なので、まずはエラーの見方みたいなのをお話ししていけたらと思います。でもここにエラーが出ていますけれども、今回ですね、ちょっと日本語の UI でやってみることにしました。エラーっていうのはですね、大きく分けて3種類あります。Unity においてはですね。一つ目がコンパイルエラー。二つ目がランタイムエラー。三つ目がその他ですね、Unity が出しているエラーです。それぞれどういうことかっていうとですね、まず、 コンパイルエラーっていうのは、まあ、こんな感じでコンソールに出ているようなエラーで、このまま実行しようとすると、こんな画面が出ます。で、実行できない。そういうタイプのエラーをコンパイルエラーと言います。これはどういうことかっていうと、えー、文法的にプログラムが間違っていて、コンパイラー、プログラム書いてそれを解釈して実行するためのものをコンパイラーって言うんですけど、それが、 何言ってるか分かりませんっていうことを言ってます。何が悪いのか、多分ここが悪いんじゃないのっていうところですね。こんな感じでエラーで表示されているんですけど、問題としては、Unity の UI を今、日本語化しているんですけれども、エラーは日本語にならないんですね。ちなみにこれ、ログの行数を変えています。こうすると、まあ、デフォルトの産業表示になりますけれども。まあ、私は英語苦手なんですよ。 っていう人もいると思うんですが、そういう人はですね、Visual Studio の方でエラーを確認してみてください。ここですね。ここで、Unity で出ているエラーと Visual Studio で出ているエラーは完全一致ではありません。本当にいけないのは実際はこっちなんですね。Unity の方で出しているエラーが本当はいけない。で、Visual Studio の方では説明が一応日本語になっています。でもこれはいろいろ理由がありましてですね、 ユニティのランタイムっていうのはですね、も、え、のー、を使っている。 はずなんですね。ものっていうのは .NET フレームワーク互換の C s h a r が動くためのベースとなるランタイム、基礎となるものなんですけれども、それが多分ですね、日本語化されてないんですよね。で、Visual Studio の方は、Visual Studio の方の機能で、リンティングっていうんですけど、Visual Studio の方の機能で文法を解釈して間違いを教えてくれているので、そっちの方は日本語対応されているので、ここに Assembly C s h a って書いてありますね。C s h a r としてのエラーを表示してくれています。 で、ここで注意しなきゃいけないのは、この部分ですね。ここにですね、Unity にアタッチっていう風に表示されていること。ここにですね、実行とか書かれていたら、それはちょっと問題があるんですね。どういう問題かっていうと、Visual Studio が Unity の開発用に設定されていないです。Unity にアタッチっていう表示になっておらず、ここが実行っていう風になっている場合は、ね、セットアップをやり直す必要があります。 そのためにはですね、Visual Studio Installer ーーを起動して、まあ、こんなものが表示されるんですけども、ここで、えー、今こ、この環境では2017と2019が入ってるんですけども、ここで Modify。えー、これ英語版なんですけど、おそらくですね、修正とか構成とかそんな風に日本語版では表示されてるもんと思うんですが、これを実行すると、こんな感じでですね、えー、あなたの Visual Studio にはどんな機能が 追加で入ってますよっていう一覧が表示されるんですけど、ここにゲームディベロップメントウィズ with Unity、Unity、えー、のゲーム開発っていうような項目があって、ここにチェックが入っていないと、ここで Unity にアタッチっていうふうに表示されません。つまり Unity に対応してないと。 入ってなかったらチェック入れて、インストールを走らせて、ビ Visual Studio を再起動したら、ここに Unity のアタッチと表示されるはずです。それでも、Unity にアタッチって出てこない場合は、一回 Visual Studio をアンインストールして、最初からインストールする。その時に、Unity による、Unity でのゲーム開発っていうオプションをチェックしておけば、Unity にアタッチが表示されるはずです。えー、何人かですね、私、ここが、あの、 開始、スタート開始デバッグかなそんな表示になっている人を見たことがあってトラブルシュートしているんですけど、後から Unity でのゲーム開発の機能をインストールしても、 ここがちゃんとユニティなタッチにならないんだけれども、Visual Studio ごと再インストールしたら、ちゃんと出るようになったって人を何人か知ってます。で、ここがユニティなタッチになってないと、えー、何が問題があるかってと、えー、デバッグ実行っていう機能があるんですけど、それが使えないのと、えー、文法の解釈が正しくできないです。例えば、ここで、オンコリジョンとか入れると、オンコリジョンエンター勝手に保管してくれて、ここでタブキーを押すと、ここのね、型とか、ちゃんと、 正しいものを入れないといけないんだけれども、その辺も自動的にやってくれるっていう機能があるんですけど、えー、ここがユニティに立ちになってないと、この自動保管が効かないです。だいぶ話がそれましたけれども、えー、本題に戻っていきたいと思います。ここに文法エラーが表示されてますよと。セミコロンがないんじゃないですかって言ってるんですけど、まあ確かにないんですよね。ここダブルクリックすると該当業に飛びます。ないです。だから、セミコロン入れてあげる。そうすると、こっちに戻ると、はい、消えました。もう一個残ってますね。波括弧が あることを期待していますよと。波括弧が必要です。あ、そうですね。ここにないからですね。波括弧保存、で戻る。そうすると追加でエラーが出てくるんですけど、まあこれと全く一緒ですね。でこれらはコンパイルエラーなので、消去を押しても消えません。消去を押しても消えないエラーっていうのは、あなたの書いたコードの意味がわかりませんよってことを言ってるんですね。まあなので、この辺はちょっとコメントアウトして戻ります。 そうすると全部消えて実行ができるようになります。これがコンパイルエラーですね。もう一回言っておくと、コンパイルエラーっていうのは、コンピューターがあなたの言ってることの意味がわかりませんと言っているエラーのことです。で、消去を押しても消えません。そして、この状態では実行することもできません。ちなみにここに CS1513 って書いてあるんですけど、これはエラーのコードで、 こっち側で見たら CS1513 これのこと言ってるんですね。エラーの種類ごとにコード番号が振ってあるので、このコード番号でググったりとかしたら、えー、細かいことがいろいろと表示されるはずです。じゃあ次の項目に行きたいと思います。2番目はですね、ランタイムエラーっていうものです。ランタイムエラーっていうのは何かというと実行して、実行しているときにこういったエラーが出ることですね。特徴はですね、なんとかエクセプションっていうね、いう名前がついています。 で、Unity のランタイムエラーの9割はヌルリファレンスエクセプションだっていう噂を聞いています。まあ、ちょっとさっきググったらそんなことが書いてありましたね。ヌルリファレンスエクセプションがどんなものなのかっていうことについてはまた別の機会にお話ししたいと思うんですけれども、実行時エラーってのは何かっていうと、なんか実行している最中にいかいけないことが起きましたよと、そういうことを言っています。例えば、今このボタンを押すとですね、それぞれわざとエラーを 出すコードが実行されるようにしているんですけれどもいろいろとお話を聞くと大体が、えー、ヌルリファレンスエクセプションかあとはインデックスアウトオブレンジエクセプションですねこれらはちゃんと意味があるのでヌルリファレンスエクセプションでこう例外の名前でですね検索するとそれがどんなものなんですかってここにありますねユニティの実行時のエラー9割はってどういう意味なのかっていうのが探せるはずです インデックスアウトブレンジエクセプションというのは何か。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけどね。で、あとはエラーの情報として重要なのは、ランタイムエラーはここをクリックするとですね、下にこう、そのエラーの内容が全部出るんですけど、ここに表示されている1行目がですね、エラーの内容について説明されてるんですけど、 二行目以降は何が説明されているかっていうと、これスタックトレースとかスタックバックトレースって言って、どういう流れでコードが呼ばれて、ここに行き着いたかっていうことを言っているんですね。で、今これスクリプトエラーズ、スピットエラーズ、CS の22行目、ここでヌルリファレンスエクセプションが、まあ、スローされるって言うんですけどね、専門的には。 が出るんで、すけれれどももそはは実際はもうちょっとこっちのこういうい流れでで出ててきたんですよっていうねでこれは Unity のランタイムのコードなので見てもあまり意味ないんですけれども自分でプログラムした時にはこの関数の中からこの関数を呼びさらにその関数の中から別の関数を呼んでそして最終的にここでエラーになりましたよっていう一連の流れがここに全部表示されているんですね。なのでここの情報は実は重要です。 トラブルシュートの時にですね、ここしか見ない人いると思うんですけど、実際はちゃんとクリックして中を見た方がいいです。まあ、必要に応じてね、中を見ないといけないです。で、3つ目が、まあ、ユニティのエラーなんですけども、まあ、大体どういう時に出るかっていうと、えー、アセットをインポートした時とかにいっぱいエラーが出るんですが、それはですね、もう消去を押して、一回押してしまってください。で、消去を押して消えてしまったら、それは多分問題ないです。多分ね、ほとんどの場合は問題ないです。 で、あとユニティのエラーで厄介なのが、ビルドをするときのエラーですね。でこれはもう、どうしようもなくてですね、きちんと中身を読んで対応するしかないです。なので、え普段ランタイムエラーとかが出たときに、ちゃんと中身を読んで対応する癖をつけておかないと、ビルドエラーが出たときにえ、どうしようもなくなります、えー。どういうことをしなきゃいけないかっていうと、エラーとして、 出力されている情報のどこが重要なのかっていうことを見極めないといけないんですね。例えばこのヌルリファレンスエクセプション、オブジェクトリファレンスの o t なんちゃらかんちゃらが書いてあるんですけど、これは全部が定型文であり、これが全部重要なんだってことがわかるんですね。ここが重要なんだと。この辺とかは今のところあんまり重要じゃないねとかですね。判断しないといけないんですよ。 まあ具体的なエラーとかでですね、最近よく見るなっていうのがあったらまたお話ししていこうと思うんですけれども、基本的にはビルドとかでエラーが出た時にはもう検索するしかないです。読んでわかんなかったら検索するしかない。だけど、どこの部分のキーワードを使って検索すればいいかっていうのを見極めないといけない。それはもう慣れるしかないんですね。 毎回毎回エラーの中身って異なるので、その中身を読んでどこが重要なのか、どこが重要でないのか、どこが環境依存なのか、どこが共通のエラーなのか、この辺をしっかり見極めて検索していく必要があります。ということで、エラーの概要についてお話ししてみました。えー、次回、別の機会に個別のエラーの内容についてお話ししていきたいと思います。で、ここからちょっと雑談になるんですけど、えー、と今回、 Unity を日本語化してみました。で、これはですね、やってみる価値あると思うんですよね。英語苦手な人とか、Unity の初心者の人とかは。なんでかっていうと、トゥールティップテキストっていうのが Unity にはあるんですけども、例えばこの辺とかですね、こう、マウスのポインターを合わせてちょっと待つと、これが何なのかっていうのが表示されるんですね。 例えばこの辺とかもですね、マテリアルって書いてあるけど、これどういう意味あ、さすがにこれは出ないか。ちょっと試しにですね、えー、ゲームオブジェクトのエフェクトパーティクルシステムとかこう出してみます。で、この辺とかこうツールチップを表示させると、日本語でちゃんと説明が出るんですね。 シミュレーション空間って何ですかとかですね。で最初に使うときにはこの辺の説明を読んだ方がわ、えー、かりやすいので、日本語にするのも、まあ、一つのアイデ,ア,ア,イデアというかですね、一つのうん解決方法ではあると思うんです。ただ、明らかにおすすめできない点があってですね、 えー、皆さん、そう、ゲットコンポーネントとかトランスフォームとかやると思うんですけど、これ見てください。パーティクルシステムとかがですね、ここまで日本語化されちゃってるんですね。トランスフォームとか。こうされちゃうと、いろいろ困りますよね。こんなのとか困りますよね。<laughs> 余計なところまで日本語化されちゃってるんですよね。画像とか書かれちゃ,れちゃうんです。 けども、これ結局、スクリプトからこの画像を操作したいときには、ゲットコンポーネント、イメージってやらないといけないんですよね。で、それを画像とか書かれちゃうと、えー、画像でイメージでとかやらないといけないんですよね。だから最初からこれはイメージって出していてほしいんですけど、なぜかここも日本語化されちゃうんですね。これ、区形トランスフォームって書いてあるんですけど、これはレクトトランスフォームですよね。これもやめてほしいんですよね、正直。なので、 日本語化すると余計なところまで日本語化されてしまうんですけれども、トゥールティップテキストとかこの辺の設定値が日本語化されるってことは最初に勉強するときにはいいかもしれない。 でも、私の意見ではありますが、えー、最終的には英語にした方がいいと思います。なんでかっていうと、今 Unity を使いこなせている人はほとんどが英語版を使っているはずなんですよね。その人たちが書いているブログとかを検索するときに、日本語で検索してもおそらくほとんどヒットしません。なので、日本語から入った人でも最終的に英語に切り替えた方がいいと思います。 英語と日本語を切り替えるのは簡単でですね、えー、環境設定のところから言語、ここを英語に変えてしまえば、いつでも切り替え可能です。 で、さらに勉強を進めていくとですね、結局のところ、Unity を使っている人とか、コンピューターで、えー、プログラミングとかやってる人って、まあ、ほとんど英語を、母国語じゃなくても英語を使ってやってることが多いんですよね。実際のところ。なので、最終的には英語で検索とかすることになるので、まあ、日本語で検索することなくなって、英語で検索することになるので、まあ、英語の方がいいよね。っていうふうになっちゃいます。最終的,最終的にね。 なので、最終的には、あの、英語を使うことになるでしょうねって思うんですよね。ちなみに僕はですね、普段、ビジュアルスタジオも,もうウィン、ここにリサイクルビンって書いてあることからわかるように、Windows も英語版で使ってます。理由は、あの、すごい簡単でですね、えー、なんか迷った時に検索したら、英語の方が情報が多いし、日本語の情報がヒットしたとしても、それって英語の、 ドキュメントを翻訳したやつだったりするんで、だったら最初から英語で検索した方がいいよね。そういう考えですね。あとは、例えば、モニターの設定とか変更したいときにでも、ここで、ディス、ディスプレイとか、ディスプレイとか検索すると、ここにディスプレイセッティングスとか出るんですけど、これ、画面とか日本語で入れるのすごいめんどくさいので、ディスプレイ、 えー、検索が楽なように英語を使っておりますと。そんな感じですね。ちなみにキーボードも英語です。理由は簡単でですね、英語版の方がメカニカルキーボードっていう、この今カチャカチャ言ってるキーボードがですね、安いからなんですよね。キーボードが安いから。なのでですね、あの、ノートパソコンとか買うとき困ります。えー、僕はサーフェスを使っているんですけれども、サーフェスはキーボード別売りなのでね、都合がいいですね。 あと MacBook Pro も使ってるんですけど MacBook Pro はキーボードを英語版と日本語版選べるんで英語で使ってますとそんな感じですね、まあ、最終的には英語を使うことになると思うんですけども入り口として日本語も、えー、いいよと、えー、Unity の言語を日本語に切り替えるのも意味があるよっていうお話でした最初にインストールした時に Unity を英語でインストールしちゃったよっていう人はですねえ Unity Hub を使えばいいです で、まあ、ここにこうインストールされたバージョンがいくつか出てますけども、例えばここ、アットモジュールズっていうふうにすれば後から日本語に切り替えるための機能を後からインストールすることもできるので、こういうふうにするといいと思います。ということでですね、いろいろ工夫して勉強していきましょうということでした。それじゃあお疲れ様です。